はい、というわけでね、盛岡駅着いたんですけども、もうちょっと寒いですね。もうなんか東京ね、あの新宿にいた時と比べるとだいぶ気温が、だからあの仙台の方とかもう寒、多少気温低かったんですけど、もうこっちの方はもっと寒いですね。やっぱりもう、うん、この時期もう完全に秋っていうか、もうあれですね、少なくとも夏って感じはもう一切ないですね。いや、やっぱ東北って結構冷えるんだなと思ってね。まあ、今回は一応八戸の方まで行ったらまたね、あの関東に戻ろうと思ってるんですよね。北海道の方はちょっと行く予定はないんですけども、はい。でも盛岡城跡なんですけど、なんか石垣が今修復されてるんで、ここから行けないみたいですね。なのでちょっと行ける範囲で回ってみようかなって感じですけど、お、でもこのいいですね、あの鳥帽子岩っていうのちょっと後で行きますけども、この神社、お寺、まあ、神社ですね、ここもなかなかいいですね。ちょっとね、なんか横から入っちゃいましたけど、うん、ね、シックな感じで、はい、いいなと思います。でこちらの岩もね、すごいですね。なんかこれね、周り山とか全然ないのにこの岩だけドンってあるのすごいですね。まあ、奉納って、ね、書いてありますけども、そう、なんか今回盛岡が来たのはなんか去年だったかな、ニューヨークタイムズで今注目するべき場所っていう風に言われたんでね、今回来たんですけども、まあ、ちょっと今日ね、あいに曇ってるんでね、ちょっと分かりにくいんですけども、うん、東北はね、なんか結構ポテンシャル歩きしますね。まあ、今回ね、山形はね行ってないんですけども、うん、まあ、秋田県もちょっと今回は行かないんですけども、うん、でもなんかいいですね、落ち着いた感じっていうか、観光地観光地してないんで。そう、やっぱ外国人観光客とかね、いう人ほとんどいないですね、うん、仙台とかそこも違うかなっていう印象です。ちなみにですね、こちらの赤レンガもね、有名なところなんですけども、うん、いいですね、なんかここだけ洋館って感じで、他のところはもうね、そんな感じじゃないんですけども、うん、なんか岩手銀行って入ってますけども、うん、なかなかいいですね、雰囲気ね、うん、はい、でこちらはね、八幡宮になってるんですけども、あ、これいいですね、風車は綺麗だ。こちらも一応盛岡はね、まあ、代表するっていうかね、まあ、有名なとこみたいですけども、今日はでも全然人いないですね、うん、平日ってこともあると思うんですけど、なんかね、新宿に似たようなのありましたね、うん、雰囲気は似てる。見てください、お酒とかも、お酒で有名なんですかね。で、ひょうたんがいっぱい飾られてますね、すごい。もう実質貸し切りですね、雰囲気はとってもいいなと思います。はい、というわけでね、あの盛岡名物のチャジャー麺をちょっと混ぜ混ぜしていただきます。うん、うまいですね、うん、なんか麺が結構伸び伸びっていうか、今日もちっとして美味しい、うん、なんか韓国のやっぱジャージャー麺と全然違う。韓国のジャージャー麺はもう真っ黒になっちゃうけど、盛岡ではそうにはならないですね、うん、これは結構違う感じです。はい、でこちらのね、石垣なんですけども、まあ昨日引き続きね、まあやっぱ工事してるってちょっと入れないんですけども、まあ、なかなかね立派ですよね。まあ岩手の方はでもそんなに震災とか来ないのかな、うん、まあでもね、そう結構でもね、がっちり作られてる感じですね、うん、もう後ろとかはないんでしょうけどね、うん、まあ、だから廃藩置県とかによって、まあ、お城を取り壊したりとかあったんでしょうね、うん、まあでもまあ難しいですよね、やっぱりお城ずっと維持していくのもお金もかかるでしょうしね、木造である限りはね、まあ石造とかね、なおのことですけども、うん、
北上川なんですけども、まあ、今ちょっとね雨降ってるというのもあって割と降りつきやですね。うん、昨日来た時はね、あのまあね、川きれいに見えなかったっていうか夕方とか夜だったんで全然違いますね。うん、まあ、ここは本当に結構やっぱりねこの交通量が今は通勤ラッシュの時間帯だからすごい激しい感じです。うん、この左渡って岩手駅の方に行くって感じですね。はい、でこちらからですね、あの盛岡城跡公園がね入れるみたいなんでね行こうと思います。うん、まあ、今日雨降ってます。もう一日中雨ですね。やだな本当に。そう、まあ、雨天決行で撮影を。うん、こういう感じでなんか網でね覆うのがね一番いいんでしょうね。もうこれとかもむき出しのだからなんか地震とか来たら落ちる可能性もあるから、まあ、今のところ大丈夫ですけどね。盛岡はね意外と高台のとこないんでここからね見るといいかなって感じで。あ、すごい見てください、向こうとか山が。そう、本来山は見えるんですけどもうノームっていうんですかね、雲がかかってて残念ながら見えないですね。まあ公園ってなってるんですけど、まあ普通に高台なんでね。あと今日雨ですしね、人いないですね。あ、でも春の時期とか桜とかすごい綺麗だと思いますね。全部桜の木なんで。うん、さ、本丸の方へね歩いていきます。いやーもうね10キロ荷物背負ってるからねちょっとだるいっすね。そう、まあ、他のバックパッカーはもっとでかい荷物背負ってるんですけど、うん、それでもちょっときついっすね。こう山とかちょっと登れないっすね。うん、はい、というわけでね本八戸駅に到着しました。だからここからちょっと繁華街にちょっと離れてるんでちょっと歩いていきます。で、こ三味線ね演奏されてる方が、かっこいいですね。なんかあれでバッティングやったらめっちゃ稼げそうだな。八戸ね、この中心地の方がちょっと外れたところの、外れたところっていうか、ここがメインストリートのみたいになってるんですけど、結構ね、おしゃれですよ。なんか向こうとか、ちっちゃいなんか飲み屋さんとかがいっぱい集まってるところもあったりして、うん、なかなか悪くないですね。なんか、すごいいいですよ、雰囲気。この赤ちょうちんとかも素敵ですね。せんべい汁来たんですけども、見てくださいね。なかなか美味しいですね。うん、うまいですね。ちゃんと味が効いてて、とっても好みの味ですね。素晴らしいですね。はい、こちらからですね、橋にあるんですけども、あの街中が見えますね。コンビナート、火力発電所があって、うん、やっぱり海沿いに面している街ですね。まあ、海の水質はそんなに良くないんですけども、はい。で、あっちはね、もう太平洋側がね、はっきり見える感じですね。うん、高い建物はそんなないんですけど結構建物は多いですよね。うん、まあ、今日はね、まあ、いや、夜までいるんで、まあ、1日ね観光できたらいいかなって感じですかね。うん、まあ、昨日と違って今日はね天気いいんでねいろいろ回れたらいいかなって思ってます。はい、というわけでね、ようこそ株島、こちらサメ町ですかね。4万羽の海猫が舞うって書いてあるんですけど、なんかポルトガルの方にもね海猫いましたね。うん、ね、日本で海猫見るのは初めてですけども、こんな感じなんでしょう。ちなみにこの周辺ね、スーパーとかドラッグストアとかコンビニあるんですけど、それ以外は特にないですね。なんか結構空き家も多いんでしょうかね。うん、そう、ってことで早速行ってきます。はい、というわけでね、カブラ島神社が見えてきました。いや、すごいですね。なんか丘にねあって、なかなか他じゃ見ない感じですよね。うん、あれは海猫ですかね。うん、いや、そう、今回ね旅でね、海はねそんなに行ってないですね。福岡とあと他もちょっと見たぐらいなんですけども、うん、まあ、基本的には東北の方ってそんな海泳ぐイメージなくて、まあ寒いですしね。
まあ、最近はちょっとそうでもないと思うんですけども、うん、さてね、早速近場に行きます。はい、というわけでね、このまま登っていきます。いや、気温はね、そんな高いわけじゃないんですし、風もあるんですけどもね、暑いですね、結構ね。あ、ウミネコの鳴き声が。はい、で、実はですね、これになんかウミネコの巣があるらしいんですけども、ちょっと見た感じ、いないですね。で、とりあえずね、そこ登って、上登って、回っていくんですけども、ススキがね、周りにあっていいですね。ホワイト八戸では有名な観光地らしいですけども、岩場もいいですね。うん、なんか他であるようでないような、そんな感じです。